ラ・ロトンドは、フランスの老舗カフェブラッスリー。パリ6区モンパルナス大通りにあり、特に芸術、文学の中心がモンマルトルからモンパルナスに移った1920年代に、モディリアーニ、シャイムスーティン、藤田嗣治ら多くの画家が集まった。ラ・ロトンドは1903年、パリ6区モンパルナス大通り105番地に開店した。同じモンパルナス大通りの99番地にルセレクト、102番地にラ・クーポール、108番地にルドームと老舗ブラッスリーが立ち並ぶ。これらをすべてモンパルナスの老舗ブラッスリーと称することが多いが、行政上はラ・クーポールとルドームが14区に属するのに対して、ラ・ロトンドとルセレクトは6区にある。また、ラ・ロトンドとルドームは第一次大戦前に創業したのに対して、ルセレクトとラ・クーポールは、戦間期に創業と歴史的な背景も異なる。加えて、ラ・ロトンドとルドームは、ラスパイユ大通りとモンパルナス大通りが交差するカルフールババンのモンパルナス大通りを挟んでほぼ真向かいにあり、かつてはいずれもカルフールババンのカフェとして知られていた。モンパルナスが発展を遂げ始める20世紀末前後に創業した両店舗は、まさにモンパルナスの歴史を生きてきたカフェである。一方、同じモンパルナス大通りを500メートルほど下ったところにあるクロズリー・デリラは創業1847年とさらに歴史が古く、むしろ独自の歴史を刻んできた老舗カフェレストラン、ブラッスリーである。1903年創業のラ・ロトンドはもともと労働者相手の大衆的なビストロであった。当時のモンパルナスはまだ麦畑、牧草地、ブドウ畑が広がる田舎であり、1895年10月22日に列車が駅に停車せずに駅正面の壁を貫通して落下したモンパルナス駅の鉄道事故以外にほとんど取り上げられることのない場所であった。モンパルナスの発展のきっかけは1905年にパリ系思想家がボージラール通りとモンパルナス大通りの間にある建物を解体して、ラスパイユ大通りを開通する許可を出したことであり、1911年7月に全長 4km 以上のボージラール通りの最後の部分が完成し、カルティエラタンを横断するサンミシェル大通りに通じ、サンジェルマン大通りとモンパルナス大通りをつなぐラスパイユ大通りの開通式が行われた。そして、これが文学、芸術の中心地としてのモンパルナス誕生の契機ともなった。同じ1911年に、オーベルニュ出身のビクトル・リビオンがラ・ロトンドを買い取り、さらに隣接する靴屋を買収して、常連向けのバーを増設し、広いテラスを設けた。ラ・ロトンド前の広場に立つモディリアーニ、ピカソ、アンドレ・サルモンこれ以前には、ピカソ、アメデオ・モディリアーニ、マックス・ジャコブらが住んでいた、木造住宅、選択線を中心とするモンマルトルが、文学、芸術の中心地であったが、1910年にパリ北部のモンマルトルと南部のモンパルナスをつなぐ地下鉄南北線が開通したこともあり、彼らは次第にモンパルナスに移り住むようになった。1911年に作家、芸術評論家のアンドレ・サルモンがモンマルトルからモンパルナスに越した時、画家らは主に農家や倉庫をアトリエにしていた。ラ・リューシュラ・ロトンド店内のキスリング、パクレット、ピカソ一方、モンパルナスの南西に位置する15区のサンランベール地区では、1900年のパリ万国博覧会で建てられたワイン館をアカデミーの彫刻家、アルフレッド・ブーシェが買い取ってアトリエを増設し、これをソ連や中東欧での弾圧を逃れてきた若いユダヤ人を中心とする貧しい外国人芸術家に提供した。ラ・リューシュと呼ばれた、このアトリエ兼住宅には、アレクサンダー・アーキペンコ、マルク・シャガール、モイズ・キスリング、シャイム・スーティン、オシップ・ザッキンらが住んでいたが、間もなくモンマルトルの選択線に相当する芸術活動の拠点となり、入居者以外にも、藤田嗣治、モディリアーニ、ジュール・パスキン、マリー・ローランサンらいわゆる、エコール・ド・パリの画家らが集まるようになった。1911年にラ・ロトンドにバーが開店した時、アンドレ・サルモンはモンマルトルから越してきたピカソ、マックス・ジャコブ、モディリアーニ、ジョルジュ・ブラックらの画家を連れて、バーを訪れ、ここで、ラ・リューシュの画家らと合流し、さらにギヨーム・アポリネール、ブレーズ・サンドラール・ラールジにキュビスムなどの芸術活動を支持する詩人、作家へと常連の輪が広がっていった。毎日のように通っていたのは、モディリアーニとスーティンであった。まだ貧しかった彼らは代金を支払う代わりに描いた絵を預けた。現在、店内には彼らの絵の複製が多数飾られている。店主リビオン、ミューズ画家のミューズであった女性も常連であった。当初はラ・ロトンドの黒人女性、モンパルナスのヴィーナスと呼ばれた、混血の女性愛者、そしてモンパルナスのキキアリスプランであり、二人とも、特にモディリアーニ、スーティン、藤田、キスリングのモデルであった。やがて、彫刻家のシャルル・デスピオ、アントワーヌ・ブールデル、フランソワ・ポンポン、画家のアンドレ・ドラン、モーリス・ド・ブラマンク、シュザンヌ・バラドンとモーリス・ユトリロらも常連となった。藤田によると、店主リビオンは、画家たちの父親的な存在であり、絵画に理解や関心があったわけではなく、画家であろうとなかろうと、貧しい人々に対する侵害の情があったという。また、アルコール依存症で、他のバーからは追い出されたモディリアーニをなだめて、説得することができたのは、リビオンだけであったとされ、モディリアーニが彫刻家、シャナオルロフを介して、ジャンヌ・エ・ビュテルヌと出会ったのも、ラ・ロトンドにおいてであった。革命家、ラ・ロトンドはまた、一時期、1917年のロシア革命に向けた会合の場でもあり、ウラジーミル・レーニン、レフトロツキー、アナトリー・ルナチャルスキー、レフ・カーメネフ、グリゴリー・ジノビエフらが訪れていた。レーニンは、14区モンマルトル地区に隣接する、プティ=モンルージュ地区、マリー・ローズ通りに住んでいた。トロツキーは1908年に、パリからロンドンに越したが、1914年から1916年にかけて再び、パリ6区のサンタンドレ=ザール通りに住んでいた。レオン・ポール・ファルグは、パリの歩行者で、いつも大きなステーキを注文し、街灯を着たまま食事をしていたトロツキーの姿を描いている。カフェのテラスに座るレオポルド・ズボロフスキーと友人たちら、ロトンドは戦艦期、特に狂乱の時代と呼ばれた1920年代にソ連や中東欧から亡命した画家を中心に全盛を極めたブラスリーであったが、モンパルナスが次第に世界的な注目を浴びるようになると、スノップが押し寄せるようになり、自由奔放なボエームの生活は終わったと、藤田は回想している。ラ・ロトンドはやがて高級ブラッスリー、上流階級に好まれる場所となった。1992年に、ジェラール・タファネル、セルジュ・タファネルの兄弟が事業を引き継いだ。二人は、カンタル県出身で、それまでは、出身地で宿屋を経営していた。きめ細やかなサービスを提供する、ラ・ロトンドは、パリの政治家、知識人が好むブラスリーとしては、同じカンタル県出身のオリビエ・ベルトランが経営する、サンジェルマン=プレのリップをしのぐ勢いで、ある。ベルトラングループはむしろ、ファーストフードレストランを中心に飲食店を次々と買収し、事業を拡大している。ラ・ロトンドの夜のテラスエマニュエル・マクロンが2017年、フランス大統領選挙の第1回投票で首位に立ち、決戦に進むことになった時、支持者や古くからの友人である女優リーヌ・ルノー、経済学者、ジャック・アタリ、歴史番組の司会者として知られるステファヌ・ベルヌ、映画監督ロマン・グーピルらと共にラ・ロトンドで祝賀会を行い、批判された。2007年フランス大統領選挙で当選したニコラ・サルコジがラ・ロトンドより、高級なブラッスリーとされるシャンゼリゼ通りの風穴で祝賀会を行い、非難を浴びたことが背景にある。ただし、マクロンはこの時すでにラ・ロトンドの10年来の常連であり、打ち合わせなどにも使っていた。また、マクロンがひいきにしているブラッスリーではあっても、右派、または極右のフィリップ・ド・ビリエから社会党のフランソワ・オランドまでラ・ロトンドを利用する政治家は多い。実際、オランドも2011年10月に社会党の大統領選候補に選出された時に、ここで祝賀会を行った。2020年1月18日の未明にラロトンドで火災が発生し大きな被害を受けた。復旧には数週間を要する可能性がある。放火の疑いがあり、これまでマクロン政権の退陣を目的の一つとする黄色いベスト運動や年金制度改革に反対する運動との関連から脅迫の電話などを受けることがあったという。2019年3月にフーケッツが黄色のベスト運動の参加者に紛れて破壊活動を行うカッスールによる放火、略奪にあって以来、ラ・ロトンドも週末のデモの際には窓に板を張り、周囲に共和国保安機動隊が配置され警備に当たっていた。ありがとうございます。